環境系の人です。本日は、このようなタイトルで発表させていただきます。我々、ライダーを使った、大気アロゾル、大気微粒子のモニタリングを中心に研究しております。はい。で、ターゲットは、今言った大気アロゾル、なんですけども、あまり聞き慣れない、ワードかとは思うんですけども、一般的にPM2.5、などが、よく聞かれる、ワードかと思います。で、これの、大気環境への影響、人間、の、健康影響とかですね、であったり、地球への、気候への影響であったり、といったことを、調べています。調査、研究しております。で、その大気アロゾル PM2.5 っていうふうに一括りに言ってもですね、空気中には様々な種類のエアロゾルが存在していまして、まさに今の時期ですとですね、黄砂であったり、あとは花粉であったりとかですね、多く飛んでる時期になりますが、あとは大気汚染粒子であったりとかですね、あとは森林火災から発生したり、粒子もあったり、あとは火山灰。こういったものがターゲットになります。で、特にですね、PM2.5 に関しては、非常に大きさが小さい、直径2.5マイクロメートル以下、になりますけども、非常に小さいので、肺の奥深くまで入ることができるということで、呼吸器系疾患の原因になったり、しています。それで、日本では割と空気がきれいなんですけども、世界的に見ると、世界人口の90%が汚染した空気の中で暮らしていて、で、かつ多くの方がですね、大気汚染が原因で林にということで、推計されていると。こういった問題に取り組んでおります。それからですね、その大気アロゾル、こちらが空気中に浮遊することで、太陽からの光がですね、そのエアロゾルによって、宇宙空間へ反射される、こういった、日傘効果っていうのがあったりとかして、太陽の光がその分届かなくなるということで、地球を冷やす方向に働くということが知られています。で、また、エアロゾルはですね、雲の核としても働きますので、で、雲ができたらまた雲によって、太陽光が宇宙空間に反射されると、いうことで、そういった役割から地球の気候にも影響を与えていると。で、こういったエアロゾルがですね、地球を冷やすということが分かってはいるんですけども、じゃあどのぐらい冷やすのか、気温変化にどれぐらい効いてくるのか。ということについてはですね、未だに大きな不確実性が、ありますということが、IPCC でも報告されています。で、こういった、まだまだ謎だらけのことについてチャレンジしてるんですけども、研究してるんですけども、そもそもですね、どの地点に、どの高さにですね、エアロゾル、それから雲といったものが分布しているのか、それがまだ把握しきれていないっていうのが、現状になります。で、当然ですね、何かエアロゾルが発生したら、高くあれば、高が上がれば上がるほど、上空の方が風が強いんで、遠くまで飛ばされるとかですね、あとは雲と関わった、核と働くということであったりするので、どの高さにあるのかということを調べなきゃいけない。そこで、ライダーが、活躍します。で、ライダーという言葉はあまり聞き慣れないかもしれないんですけども、レーザーレーダー、っていうふうにも言われまして、測距系として今は普及しています。で、自動運転などのその 3D マッピング、などで近年では注目されています。で、本技術ではですね、エアロゾルがターゲットなんですけども、レーザー光が、大気エアロゾルから反射して戻ってくるまでの時間と反射強度から、高さと濃度を計測すると。で、これが、実際に今、国立環境研究所で運用しているライダーになるんですけども、これはコンテナの中でですね、このように、設置して、
コンテナの、天井のところに、天窓を作ってですね、そこからレーザーを、上空に打ち上げて、その大気中の、その外のですね、大気中の、エアロゾル濃度を測っているということを行っています。で、ライダーで実際どういった信号が見えたりするのかということですね、ここで示していますけれども、これ横軸がこれ、時間は日付になります。で、縦軸が高度、高度15キロまで示していますが、ライダーの信号というのはこういったものが見られます。で、これ、赤いほど信号が強くて、まあ、青色であるほど、信号が弱いと。で、ここからどういうことがわかるのかということなんですけども、まず一つは、まあ、こういう高いところに見える赤いところ、こういったところがですね、高高度にある雲がこれは見えていると。で、他にもですね、こういった下のところで、ぐちゃぐちゃってなっているところは、こういったところでは降水があるということがわかると。それからこの下のところでベトッと緑っぽく見えるの、これが地上付近の大気エアロゾル、いうことで、まあ、こういったように、まあ、いつですね、どの高さにどんな粒子がどれだけ粒子性が存在しているかということが分かるというものになります。それでこのライダーを使ってですね、我々国立環境研究所ではですね、東アジアに約20地点のライダー観測網を、展開しておりまして、東アジアのさまざまな大気エアロゾルをですね、モニタリングをしています。まあ、最近で言うと、中国大陸の方のですね、乾燥地帯から飛んでくる黄砂であったりとか、あとは、中国の方から、中国韓国の方からの、大気汚染物質であったり、あとはですね、シベリアだったり、とかは、森林火災があるので、まあそういったところからの煙がやってくる。あとは、東南アジアでも、焼け畑農業が盛んですので、こういったところからの煙があると。例えば、まあこれは中国、北京での、黄砂の事例のライダーデータですけども、まあ、この感じで、横軸、時間で縦軸高度で、黄砂の濃度を測ることができると。こういったことを行っています。で、黄砂をですね、黄砂濃度、今のような測った黄砂濃度っていうのはですね、環境省の、黄砂飛来情報のホームページを通じて、黄砂濃度のデータが、国民に提供されています。まあ、こういった黄砂データが、あとは健康影響ですね、疫学研究にも利用されていると。この結果でいうと、まあ、黄砂濃度が上がるほど、その小児喘息のリスクが増加するとかですね、まあ、そういったことにも使われています。今、これまで紹介したのがですね、まあ、すでに実用化されているものになりますけれども、で、これはですね、偏光ミー散乱ライダーって我々呼んでいます。で、この方法では、まあ、光で測るので、光学的濃度って言ったりします。まあ、硝酸になりますけども、ここの硝酸から、まあ、重量濃度に変換するわけですけども、そもそもこの光学的濃度、硝酸をきっちり測定しないと濃度を測れないんですね。で、そのためには、現状のライダーでは、まあ、ある程度の仮定が必要になってくる。それから、黄砂は測れるんだけど、それ以外の、エアロゾル質っていうのは、分類が難しいという課題があります。で、その他のいろんな、エアロゾルの濃度を測るっていうことをするためには、ライダーの高度化が必要になってきます。その高度化というのはですね、まあ、硝酸と散乱の独立測定になります。これを独立的に測定してやることで吸収が分かってくる。粒子の吸収性が分かってくる。そうすると、他の粒子も測れるようになってくる。で、その散乱と硝酸をどうやって測るかということについて、説明しますと、まず、まあ、
レーザー光がですね、大気エアロゾルや大気分子に、照射されるわけですけども、ここからの、すべての散乱信号っていうのが、通常のライダーでは測定されます。で、本来欲しいのはですね、ここの層によってどれだけレーザーが減衰したか、つまり照散の情報が必要なわけですけども、これを取るためにはどうしたらいいかということを考えたときに、じゃあこの前後で、大気分子の量が分かってますから、大気分子の量で、その前後で、大気分子の、信号を測ってやることで、減衰分が分かると、硝酸が分かると、いうことになります。つまりその、その光学的濃度、硝酸を測定するためには、大気分子の、散乱信号を測定するということが重要になってきます。で、その大気分子の散乱信号をどうやって測るか。というちょっと技術的なところの説明なんですけれども、ライダー信号、光、帰ってきた光をスペクトルで、周波数域で見てやると、これ横軸が周波数で、縦軸、これ強度ですけども、大気エアロゾルからのですね、ミーサンナって言われるものですけども、まあですね、非常に狭い帯域の、強帯域の、信号、まあ、これはレーザーとほぼ同じ、スペクトルが返ってくるわけですけども、一方で、レイリー散乱、大気分子からのレイリー散乱というのは、これがブロードになっていると。で、まあ、こういった散乱のスペクトルの違いがあると。で、一方でですね、あと大気分子からラマン散乱というのも出ていて、で、これをですね、まあ、ここの光とは分離して、ここの波長帯、まあ、またシフトした波長、ラマンシフトした波長帯ですけど、これを測ることで、まあ、微弱ながらも夜間であれば、まあ、大気分子の、散乱信号を測定することができる。ただ、まあ、夜間しかできない。では昼間はどうするかというと、昼間はこのレイリー散乱を使ってやるわけですね。でも、ミー散乱と重なっているので、このミー散乱とレイリー散乱を分けて測定しなきゃいけないということになります。ではどうするかというと、ここでこういった吸収するようなですね、非常に狭いスペクトル幅を持った、フィルターを透過してやることで、この真ん中のミー散乱だけブロックして、周りのレイリー散乱だけ分けてやると。このすごい高分解能でスペクトル分解してやる。そうすることで、大気分子の散乱の信号を測定することができる。で、この方法は高スペクトル分解ライダー手法と呼んでいます。このラマン散乱ライダーと高スペクトル分解ライダー手法がそれぞれの、ライダーの高度化という形になります。ただ、まあ、この、今言いました、このラマン散乱ライダーというのは、まあ、非常に信号が弱いので、昼間の測定が難しい。で、じゃあ、高スペクトル分解ライダーはどうかというと、こちらはですね、まあ、シングルモードレーザーという特殊なレーザーを使わないといけない。で、まあ、高いコストがかかる。それから、すごい、複雑な周波数、調整が必要になってくるので、制御が必要になってくるので、安定性に欠けると。ということから、まあ、世界的にも製品化には至っていません。で、その、高スペクトル分解ライダーをですね、まあ、もっと安く、もっと簡単に作ってやろうというのが、本技術の、特徴になります。で、まあ、先ほど言ったようにシングルモードレーザーでは、まあ、従来の手法でシングルモードレーザーを使っていますので、高コストのレーザーが必要であることと、あとは、まあ、複雑な波長制御が必要だ。で、本技術では、もっと、低コストのですね、マルチモードレーザーというものを使ってやります。で、かつ、複数の波長帯でそれを計測するためにですね、これまでさ、複数、波長前に分光装置が必要だったんですけど、それを、まあ、一つの干渉計を使ってやることで、多波長化を可能にするということで、コスト半減にする。あとは、干渉鏡を常時スキャンするっていうようなシステムにしているので、複雑な制御がいらず、簡易的にできる。で、具体的に、どういった
システムになるかというのを示しているのか、こちらですけれども、最初の辺に見せたものすごいシンプルなライダーに対してですね、この、受光、望遠鏡で、光を、受信光を分光、受信した後で、その後で干渉計、こういった、干渉計を置いてやると。そうすることで、光を分光しています。で、先ほど見せてた、ミーサンランとレイリーサンラン。これは、複数のモードが立っているマルチモードレーザーを使うので、まあ、こういったスペクトル。これをですね、このミーサンランのこのスペクトル間隔っていうのはですね、レーザーの共振域の長さで決まってくるので、この、スペクトルの間隔と合うような、干渉系のスペクトルを選択してやることで、このピークとですね、このボトムが合っているときは、ミーサンランをブロックして、レイリーサンランを測定することができる。といった、新技術を使っています。これは2017年に特許を取得しています。で、この、干渉鏡を常時スキャンすることで、複雑な波長制御が不要になるんですけども、まあ、干渉鏡をこうやってスキャンしてやると、こういうふうにスペクトルが、干渉鏡のスペクトルがこういうふうに動くので、こういったスペクトルの情報を使ってやると、エアロゾルがあるところでは、こういった信号が増減しますし、エアロゾルないところでは、変わらないと。だこの違いを使ってやることで、大気分子の信号をそこから、取り出してやるということをしています。で、そうしてやるとですね、一応測れるには測れるんですけども、当初はですね、レーザーが、市販のレーザーを使っているのが非常に大きいということで、まあ、もっとレーザーを小型化してやろうと、もっと実用的なものをして作ってやろうということで、現在、環境走行推進費の方で、開発を、新たな新規のライダーを開発を進めています。で、これはですね、この分光器、この長さに適したような、レーザーの小型化を、まあ、測ってやる。ということで、システムの効率化と、メンテナンスフリー化を、実現させることを行っております。で、まあ、こういうふうにして得られた、受信信号から、周囲のエアロゾルの濃度を測定しちゃうということを行っています。で、まあ、現在の開発状況としては、まあ、これはプロトタイプで、まあ、こういうふうに示していますけれども、現在、もっと改良してて、もっとコンパクトになっています。で、ここで導入しているその小型レーザーっていうのは、まあ、先月ですね、特許出願したばかりなんですけども、この新規の、小型レーザーを導入してやることで、先行研究と比べて、まあ、大体出力としては4分の、400分の1ぐらいなんですけども、より高感度、高精度な測定を実現することができていると。測定効率が非常に、格段に向上しているということになります。で、まあ、これが測定例ですけども、これ横軸時間、縦軸高度で、大気境界層の発達、混合層の発達などで、ね、非常によく見えている。あとは、上部対流圏の信号、大気アロゾルの信号まで見えているというものになります。で、最終的には、これをですね、大気アロゾルの種類別に分離して、濃度を測定してやるということを考えています。で、これはですね、まあ、ラマンライダー、さっき言った夜間のですね、非常に微弱な信号を使って、計測しているものですけども、これを、さっき言った、高スペクトル分解ライダーを使って、昼夜連続で、もっと高分解のに、測定してやるということをまさに今行っているところになります。で、まあ、新技術と従来技術で、まあ、どういう違いがあるのかということをまとめた表になりますけども、この上の2つが、まあ、現在、すでに、製品化されているものになりますが、まあ、こちらに関しては、まあ、コストも安定性も、そこそこ、まあ、いいと。ただ、まあ、測定感度であったりとかですね、あとは測定精度に、課題があるということで、高スペクトル分解ライダーを導入したわけです。でも、従来手法だと、まあ、出力コストも高いし、あとは、まあ、サイズも大きくなるし、安定性にも欠けるということがあるんですけども、まあ、本研究になると、まあ、そういったことが、改善されているというものになります。
で、使用される用途としてはですね、先ほどから述べているようなですね、様々な種類の、エアロゾルの高度分布を、測定するというものになります。エアロゾル姉妹の、PM2.5 濃度を測ることによって、健康影響、の活用が期待されるので。あとは、エアロゾルについてずっと、話をしていますけども、エアロゾルだけではなくてですね、ウィンテイ構図であったりですね、どういった雲粒子、氷であったり、水タイプとかですね、そういったことの計測も可能になってくるというふうに考えられます。で、実用化に向けた課題としてはですね、現在、可視波長の、波長532ナノメートルですけども、のシステムを開発済みなんですけども、ブラックカーボンの濃度計測には、紫外波長の、システムっていうのを追加で、入れなきゃいけないので、現在開発して、まさに行っているところです。で、この今春ですね、3月から4月にかけて、紫外波長システムを導入して、連続計測を、行うということから、今後、長期運用の可能性っていうのをしっかり評価していくものになります。あと、ブラックカーボンの濃度を計測しますよって言ってもですね、計測精度っていうのはですね、他の計測機器と比較してみないと、で、検証してみないとまだわからないっていうところがあって、そういったことが課題として残っています。で、こういったソフトの開発も同時に必要になってくるわけですけども、これも基本的には現在、行っているもので、この春にはできるだろうというふうになります。で、企業に、どういったことを期待するのか。ということなんですけども、これはですね、高スペクトル分解エラーだったのは、そもそも製品化まだされてないわけです。世界的にも製品化されてないというものになるんですね。そういったことから、この本当に、このシステムで製品化されれば世界初となる。ということで、ライダーシーロメーターの開発というのを検討している。あるいはエアロゾル計測を検討しているという企業には、非常に有効な手法なのではないかなというふうに考えています。すでにですね、エアロゾル濃度の計測技術があるというところに関してはですね、ライダーの製品化にあたっては、その手持ちのですね、エアロゾル濃度の、測定できる機器とですね、比較測定することで、精度保証というのができる。そういったこともできれば、共同研究ができれば、嬉しいなというふうには思っております。本技術に関する知的財産、特許はですね、2件ありまして、1つは2017年に特許を取得済みのやつなんですけども、もう1つはレーザーに関することで、こちらについては、先月、出願されたばかりですので、これから審査していくわけですけども、一応この2件、あります。で、最後になりますけど、問い合わせ先として、国立環境研究所、弊社の、連携推進部、研究連携支援室、の方に、お願いいたします。発表としては以上になります。ご視聴ありがとうございました。